直ちに撤退せよ。なんだろう、様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。あ、三毛分隊長。どうした、何か事件か。被験隊が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人は？まだ見つかっていません。見張りが気づいた時には立体軌道で遥か遠くに行ってしまっていたそうです。兵士の犯行か。で、判事は？しばらく立ち直れないかと。だろうな。調査兵団として。おいおい、君には何が見える？敵は何だと思う？そうか、すまない、変なことを聞いたな。よう、お前は呼ばれなかったんだな。憲兵団だよ。さっきまで訓練兵全員が集められてたんだ。例の巨人殺しの犯人が立体軌道で逃げたって言うから、僕たちの立体軌道装置も調べられたんだ。結局犯人は見つからなかったけど、君は任務中だったから容疑者から除外されてたんだね。お前はもう調査兵団を手伝ってるんだっけ？また巨人とも戦ってんだろ。すげえよな。俺も二度と巨人なんて見たくねえ。早く所属兵団を決めなきゃいけねえのに。なあ兄、お前は憲兵団だったよな。やっぱり俺もそっちにした方がいいかな。あんたさ、人に死ねって言われたら死ぬの？なんだそりゃ、死なねえよ。なら自分に従ったらいいんじゃないの？アルミ、あんたはどうなの？そうしなきゃいけない理由が理解できたら、死ななきゃいけない時もあると思うよ。嫌だけどさ。さあ、決めたんだ。あんた弱いくせに根性あるからね。
兄ってさ、実は結構優しいよね。は？だって僕らに調査兵団に入ってほしくないみたいだし、憲兵団に入るのも何か理由があるんじゃないの？別に、私はただ自分が助かりたいだけだよ。お前の意見は？おう、なんとかしないとね。楽しみだ。さあ行くよ。ついにこの日がやってきたね。待ちに待ったエレンの巨人化検証実験の日だ。分隊長、ウキウキしすぎです。そろそろ壁外調査も近いんだし、しっかり検証しておく必要があるよね。てめえのそれは半分趣味じゃねえのか。いやいや、調査兵団としての大切な使命だと思ってるよ。まあ趣味っていうのも否定しないけど、これが人類の存亡をかけた一大実験だってことに変わりはない。エレン、頼むよ。そういうことだ。さあみんな位置についてくれ。早速実験を始めよう。すみません、巨人になれなくて。いや、エレンは十分頑張ってくれたと思う。君が巨人化できなかったのには何か原因があるはずだ。エレン、君はトロストク奪還作戦で3度巨人化した。最初は巨人の腹の中で、次は駐屯兵団に方向を向けられて。はい、間違いありません。そして市街地の大岩を持ち上げるために巨人化したのが最後です。なるほど。この3回に共通することはいくつかあるけど、中でも着目すべきは何だと思う？そう、私も同じ仮説を立てていたんだ。私は巨人化の能力はエレンが命の危険を感じた時にだけ発動するんじゃないかと考えてる。ただあくまでこれは仮説であって検証の必要がある。だから次は壁外で実験をしてみよう。おいハンジ、どういうつもりだ？壁外にいる巨人を誘い出してエレンの巨人化を試す。危険だけどこの方法が一番手っ取り早い。しかし壁外での実験を団長が許可するでしょうか？エルヴィンは壁外調査の成果でエレンの有用性を証明すると言った。ならいざ壁外調査に出てエレンが巨人になれなきゃ元も子もないだろ。これは必要不可欠な実験だ。
許可は必ずもらえるはずだ。心の準備をしててね、エレンも君も。わかりました。次こそ絶対成功させてみせます。ハンジさん、巨人の誘い出しに成功しました。こちらに向かっています。よくやった。さすがはリヴァイ班だ。それじゃ、早速交戦準備に移ってくれ。エレン、私たちは確かに巨人との戦いに慣れているけど、だからって必ず君を守り通せるわけじゃないからね。万が一ってこともある。君の命を守れるのは君自身しかいないんだ。はい、やってみせます。よし、いい返事だ。さあ、私たちも配置につこうか。今回こそは成功させる。おい、もういいだろクソメガネ。この辺りの巨人は狩り尽くしちまったぞ。実験は中止だ。まだエレンは巨人化できてないってのに。ちっ、おい、どういうことだエレン。自分で噛んだ手の傷すら塞がってねえようだが。すみません。くそ、なんでうまくいかねえんだ。おかしいな。エレンが確実に命の危険を感じるように状況を整えたし、演出もバッチリだったのに。巨人を目の前にして命の危険を感じない人間なんていないと思うけどな。そもそも私の立てた仮説が間違ってたのかもしれないし、もう一度考え直す必要がありそうだ。しかし万が一エレンの能力が壁外での実用に耐えないものだったら、作戦は白紙に戻ってしまいますね。くそ、これはどうすれば。とりあえず今回は撤収作業に移ろうか。私とモブリットは今回の実験結果をまとめてくるよ。エレンはここで少し休んでて、君はエレンの手当てをしてあげてくれ。悪いな。なんで今頃。落ち着け。エレン、なぜ今許可もなくやった。答えろエレン、どういうつもりだ。兵長、エレンから離れてください。落ち着けと言っている。離れるのはお前らの方だ。あれを見ろ。まずはあいつらを何とかするのが先だ。行くぞ。ちっと巨人どもを倒しちまうぞ。任せたぞ。一緒に行くぜ。この状況で何を優先すべきかを考え、まずは迫ってくる巨人を排除する。おっ！
せか。待ってろ。おっと、あれ、いや、お前ら援護に回れ。中途半端に巨人化するなんて、兵長、これは。落ち着け、エレン。俺たちが巨人を倒す間、お前はそこでじっとしていろ。あの巨人、まさか。ありがたい。あれが、マジかよ。この状況で一番面倒な奴が来やがった。倒してやる。ソブリット大変だ。エレンが、エレンが片腕だけ巨人になってる。分隊長、はしゃぎすぎです。落ち着いてください。今は巨人どもが押し寄せてきて、ハンジたちに構ってる暇はねえ。行くぞ。分かったぞ。分かったよ。よろしく頼む。いやー、はーはー、見ろ、マブリット、この腕。分隊長、今はそれどころじゃありませんって。兵長、エレンと一緒にいるなんて大丈夫なの？やっ、成功だ。ねえ、エレン、巨人化した部分ちょっと匂いを嗅いでみてもいいかな。分隊長、近づきすぎですよ。って言ったそばから、分隊長。その腕、変わっていい？いいよねー。どうしたの？あっちー！分隊長、一気に急ぎすぎです。おっと、分かってたぞ。分かった。どうしたの？分かった。状況でもやることは一緒。私たちで何とかするしかない。倒してやる。エレンのやつ、一体どういうつもりだ。倒しました。行くぞ。お、分かったぞ。了解だ。
は危険だ。さっさと仕留めねえとこっちがやられる。倒してやる。よろしく、ペトラさん、お願いします。了解。実験はここまでだ。さっさと撤退するぞ。エレン、お前は俺についてこい。お前もエレンを護衛しろ。分かったぞ。大げさに頼む。よし。エレンのやつ、どういうことだ。許可は下りていないはずだぞ。気分はどうだ。あまり良くありません。実際に敵へを向けられるまで気づかなかった。あそこまで信頼されてなかったとは。当然だ。俺はそういう奴らだから選んだ。巨人の力は危険だ。あんなものを野放しにはしておけない。地獄のような状況であいつらは何度も生き延び、戦果を残した。迅速な行動と最悪を想定した非常な決断、それがここで生き残るために必要なことだ。かといってあいつらがお前に刃を向けることに何も感じないわけじゃない。エレンには俺たちへの敵意が、いや人類への敵意があるのか。倒しました。行くぞ。大物完了しました。エレンの答えによってはあいつを殺すこともやむを得まい。やるぞ。すごいけど、もっと私たちを信じて頼って。当たった。
縁談か、救援に向かおう。拠点を頼みます。討伐する。よし、私たちでみんなが撤退する時間を稼ぐぞ。順子さん、行こう。巨人たちに囲まれちゃったね。どうする？
面倒だな。全員で奴らを殲滅するぞ。エレン、お前は戦うな。下がっていろ。はい。くそ、俺にできることはねえのか。エッドさん、どうかよろしくお願いします。よっしゃ、狙い通り。ゴロさん、お願いします。面白いやつだ。よし、やるぞ。倒しました。巨人の数が多いな。この野郎、離せ。お願い、助けは距離を取りながら戦え。また巨人になり上がるとは。どうしてまた巨人化したの。興味はねえよ。な、やることは変わらねえ。エレン、私だよ。声は聞こえているかい。ダメだ、意思の疎通は不可能らしい。エッドさん、責任はあるぞ。もしエッドさん、どうぞ。よろしくお願いします。了解だ。なかったぞ。エッドさん、どうぞよろしくお願いします。了解だ。
では戦えそうにない。すまないが撤退する。これだけ倒せば仲間の助けになるだろう。よし、これが俺たち特別作戦班だ。討伐する。
今のうちにエレンを回収してさっさと撤退するぞ。何も覚えてねえのか。はい、すみません。巨人になる力を使いこなせないといけないのに。そうだ、お前が巨人の力を操れないとなるとウォールマリアを塞ぐっていう大義もクソもなくなる。命令だ、なんとかしろ。とはいえ巨人化するための条件はなんとなく分かってきたぞ。自傷行為だけじゃ不十分なのは最初の実験で判明した。命の危機に瀕した状態で巨人化を試みてもできなかった。何度試してもダメだったのに、エレンは突然巨人化した。落とした包帯を拾おうとした時、そしてあの戦闘中、実験との相違点を考えるとおのずと巨人化の条件が見えてくるはずだ。君は何だと思う？いや、そんな不確かな条件ではないと私は考えてるんだ。まだ断定はできないけれど、おそらく自傷行為に加えて何かしらの目的を持つことが必要なんだと思う。目的ですか？最初は包帯を拾うという何気ない目的で右腕だけが巨人化してしまったけど、2回目はどうだった？巨人に食われていくみんなを見てらんなくて、どうしても自分も戦わなきゃと必死で。そう、それだよ。より明確な目的を持ったことで完全な巨人化に成功したんじゃないかな。自我を維持できなかったのは残念だけど、大丈夫、慣れればきっと使いこなせるようになるはずだよ。これは俺たちが判断を間違えた、そのささやかな代償だ。だからなんだって話だがな。お前を抑えるのが俺たちの仕事だ。それ自体は間違ってねえんだからな。すまなかったな、エレン。俺たちはお前の力に怯えてしまっていたようだ。でも、それでも私たちはあなたを頼るし、私たちを頼ってほしい。だから私たちを信じて。はい。ミカサ、アルミ。エレン、何かひどいことされてない？ねえよ、そんなことは。なあ、あのチビは調子に乗りすぎた。いつか私が叱るべき報いを。おい、余計なこと言うなって。お前らここにいるってことは調査兵になったのか？ってことは憲兵団に入ったのはジャンと兄とマルコだけか？憲兵団に行ったのは兄だけだ。マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで。今なんて言った？マルコが死んだって言ったのか？誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。あいつは誰も見てないところで人知れず死んだんだ。お前、巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持っていないってことだろう。俺たちはエレンに見返りを求めている。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかをな。
だからエレン、お前本当に頼むぞ。エレン、そんなに気負うことはねえぞ。俺たちもいる。うん、僕たちも協力し合えると思うよ。そんな面してたらクリスタが怯えるだろうが。